こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は活躍すること間違いなしのこのね、電動のかき氷機を紹介したいと思います。はい、こちらですね、ドンキホーテさんで買った商品で、作ってるのは株式会社同志社ですね。結構喋る地球儀とかを作ってる会社かな、同志社。はい、有名な会社ですね、が作ってるかき氷機で、ドンキホーテで私買ったんですが、ドンキの PB 商品だったような気がするんですが、もうすごいなんか安価で買えました。1500円とか2000円とかそれぐらいで買った気がします。はい、でこれですね、一緒についてるこの製氷機、はい、ちゃんとこのね、サイズのあった製氷機があるので、これで氷を作って、もうこの中にねパコッと入れれば、刃がありますよね。そうで、この上のボタンを押すとガーッとね、すぐできるんですが、結構このボタンの押し加減によって、結構ねサラサラのかき氷できるので、全然これで問題なかったですはい、結構かき氷機ってちょっと粗い氷出ませんか？出ませんか？そう、粗い氷のかき氷だとちょっとね、頭にキーンときたりするんですが、ちゃんとね、この専用の製氷機で氷を作って、ちょっと軽めに押せば、結構サラサラのね、かき氷できますんでね、おすすめですよ。はい。で、私最近ですね、そのかき氷作るときに、この製氷機の中に、カルピスとかね、入れて、氷を作って、そのままね、かき氷にするんですが、結構おすすめ。みかんの缶詰とかね、そういうみかん缶とかも入れて、氷にして、そのままね、かき氷にすると、果肉の入ったね、かき氷みたいなのできますからね。もうアレンジの仕様はね、無限大ですよね。もう本当にこれね、あって助かる。ね、一家に一台必要ですよね。はい、ということで今日はですね、私がもう何年使ってるだろう、6、7年使ってるかな、のかき氷機についての紹介でした。ぜひ参考にしてください。ご清聴ありがとうございました。